2人はさ、どんなサロンにしたい、どんなサロン目指したい。私はやっぱり地域ナンバーワンサロンにしたいなって思ってる。僕は人が集まるサロンを目指したいです。お、人が集まるサロン、それってどんなサロン？と、まあ、お客さんに通ってもらった時にやっぱり直しが好きって思ってもらえるとか、まあ、美容学生がサロン見学に行った時にここやったらすごい働きやすい環境やなって思ってもらえる、そういった雰囲気のあるサロンを目指したいなと思ってます。それってでもあれやもんな、そのサロンに直しに魅力があるっていう、あるサロンっていうことやもんな。そうですね、魅力あるサロンにいいよね。魅力は欲しいですあの私はあの、まあ、でも似てる部分もあるかもしれないですけど、お客さんがまた来たいなって思ってくれるようなサロンにしたいなとは思いますね。確かに、まあ、1回来てこうなんか安いで1回来てまた違うサロン、うん、安いとこ探すとかじゃなくて何回も来てほしい、ね、そうですね。また来たいって思ってもらえるように、まあ、あの担当するスタッフだけとかじゃなくて、もうここで働いてるスタッフ全員があの一人のお客さんにしっかりと名前とか顔とか覚えてもらえるような接客をしたりとか、まあ、やっぱりコミュニケーションもっとしっかりとしたりとか、まあ、そういうふうなコミュニケーションだけじゃなくて、なんかここに来たらワクワク感がなんかあるなとか、そういうスタイルのものであったりとか、そういうのもいろいろあって、お客さんとかにもサロンを予約したいなっていうのは。でも結局はそういうなんか見ない人なんじゃんまた来たい、また行きたい、はい、でもなんかそんな思いでなんか仕事してくれてるって思ったらめっちゃ嬉しいよね。そうですね、なんかみんながそういう思いで働いてくれてたら、うん、いや私お客さんで直しに行きたい確かにそうですよね。私もなんかお客さんとして行ったら絶対ここにまた来たいって思ったりは絶対しますね